昭和53年1月に調布市高齢者事業団として産声を上げた公益社団法人調布市シルバー人材センターは、来年で設立40周年を迎えます。その記念式典が6月23日に調布市グリーンホールで開催されました。調布市民皆様の多様なご要望に対し、親切です丁寧にお答えすることによりまして、さらなる地域発展のため一層の努力を平均してまいりたい、このように考えているところでございます。現在の会員はおよそ1600人、当日は460人が参加。関係者の挨拶の後で就業10年以上の会員115人の表彰などもありました。自転車の整理なんですが、駐輪場の、まあ、あっちこっちやりましたからね。調布としては12、3年やりましたけど、週に5日ですか、80です主に家事援助の仕事ですけども、はい、介護施設もう15年近くなります。週に 1、2回、働けるまで働けるっていうのが一番じゃないでしょうか、元気なら。いや、特別私は健康ないんですけども、早寝早起きぐらいですかね。10月来ると80になります。どんな仕事ぶりなのでしょうか。1階の作業場を訪ね、そこで働く方にお話を聞きました。正味5年週に何回じゃなくて月に1週間、朝8時半から5時までが定時ですけど、はい、仕事の量によって早くなったり遅くなったりします、うん、やっぱりこういう場があればこそ働けるんで、なかったらボケるのが早いだろうね。裏表貼るんで2枚一緒にこれ切っちゃいます。襖張り替えの作業でリーダーの方を含めて全て70歳以上、前職は営業担当のサラリーマン、 JR の運転手、航空会社の整備士など様々ですが、皆さん技能を身につけ仕事に責任を持っていらっしゃいました。今空気抜きし、これで表紙終わり。以上、借り換え終わり。シルバー人材センターにはこのほか公共施設の管理、除草、植木の剪定、清掃作業、育児支援などいろいろな仕事があります。